やります、東京ドーム。メンタル勝負だと思う、ものづくりに関しては。抜群の歌唱力で観客を引きつける日清。遊園地でもなく映画でもなく、僕のエンターテインメントを選んでくれたことを本当に嬉しく思います。ソロプロジェクト初の東京ドーム公演の模様を独占放送。日清エンターテインメントセカンドライブファイナル in 東京ドーム、10月20日。